平成22年3月2日、阿蘇市一宮町の林道保育園でお別れの盾が行われ、年長組の園児たちがお父さんやお母さんたちを招き、お茶のお手前を披露しました。林道保育園のお別れの盾は、卒園式を前にお茶のお手前を披露しようと、年長組の園児がお父さんやお母さん、それに年中組の園児を招き、お茶会を開いたものです。最初に年中組の園児を招いてお手前を披露。亭主の年長組の園児がお茶をたて、お茶をどうぞと言って差し出すと、お客の年中組の園児たちはいただきますと言って、お兄さん園児に習いながらお茶を飲んでいました。おいしくない、おいしくない、僕はおいしくない。そして最後にお母さんやお父さんをお客に招き、お茶を入れて1年間習ってきたお茶ごっこのお手前を披露しました。林道保育園では32年前からお茶ごっこ遊びとして茶道を取り入れた保育を行い、年長組の園児に週1回お茶を教えています。